できたばかりのケージをぶっ壊す。皆さん毎度亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回まあ完結編としてケージを作成いたしましたが、なんとこのゲージを壊します。理由はですね、もともとトカゲをメインとして考えていたケージなんですけれども、赤原イモリをねやっぱり飼育しようと考えて、まあなんとかこの状況でもできないかなとも考えたんですが、やっぱ水深が浅すぎるので思い切ってですね、外側はそのままで、内側にね、まあ水深をね、まあ10センチちょっとぐらいは取れるようにですね改良したいと思います。まあそういった動画ですのでご覧ください。どうぞー。Thank you.